演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、パティシュリーン、パティシェリーモンシェールの堂島モンブランロールを食べたいと思います。堂島ロールは以前店舗で買ったケーキを食べたことがあるのですが、あの時はちょっと時間が押してしまってあんまり落ち着いたレビューはできなかったんですね。なので今回は家でじっくりとレビューしたいと思います。まああれは店舗限定、ね、しか買えない商品でしたので、少々仕方のない部分もあったと自己弁護しているのは本当に苦しいですね。今回はこんな感じです。いや、店舗もモンブランを買いました。これはさすがに食べられないですよね。でもなんか記念みたいなものを書いてますね。ちょっと見えづらいっていうか逆さになってみる。もういいか。では横から見るとこんな感じになってます。クリームたっぷりですね。それでは、いただきます。堂島ロールって落ち着いて食べるとこんなに美味しいものだったんですね。あ、焦って食べたから美味しくなかったってわけじゃないですよ。クリームの程よくて、なんて言ったらいいんだろう。表面に乗っているモンブランペーストだけじゃなくて、中にもマロンクリームが入っていて、栗をたっぷりと感じることができました。上から食べた瞬間に甘いな、栗のこの甘さがいいなって本当に思いましたね。ペーストがちょっと少ないかなと思ったんですけど、中にクリームが入っていたので、そんなことは全然なくて美味しかったです。ただちょっと栗の実が大きすぎるので、一緒に食べにくいっていうのが唯一の難点でしたね。だから一気に刺そうとしてもちょっと上だけ外れちゃったりとか、そういう部分があったので、そこだけがちょっと残念でした。でもモンブランが好きな方はぜひともおすすめしたい一品ですね。ちょっとその一点だけを考えると、こちらの点数とさせていただきます。本当美味しかったんだけどな、堂島ロール。やっぱり家でゆっくり食べたいですね。大阪駅でなんであんなに急ぐような状況で買っちゃったんだろうとちょっと後悔しています。まあ洋菓子ってあまり長持ちしないので、あまり長く手に持っておくわけにもいかないというのもあるんですけどね。本当難しいです。それでは、林間学校、約束の時まで続くのぞ。約束を果たす時まで続いてほしいと、そう願っている人は多いでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。